ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。どうしたんだ？みんな勘違いしているけど実在しない雑学、また教えてほしいと思って。魔理沙、たくさん知ってるんでしょ？もちろん、知ってるぞ。ってことで今回は本当は実在しない大嘘な雑学を紹介していくぜ。一つ目に紹介するのは、誰も人類は猿から進化したとは言っていないだ。教科書に載っていて、誰でも一回は見たことがある、人間の進化の過程を表したず。うん。一番右は、現代の人間のホモサピエンス。そこから左にクロマニョン人、ネアンデルタール人、ラマキテクス、オレキテクス。一番左の猿みたいなのは、ドリオキテクスだよね。その通りだ。この図は、タイムライフブックスから1965年に出版された、アーリーマンの中で発表されたものなんだ。そして、実はこの図は、人間がこの図のように進化したとは言ってないんだぜ。え、そうだったの。ああ。しかも、この本の中ではある種族から、直接次の種族に進化することを表現しているという解釈をすることを、警告までしているんだぜ。それは知らなかったな。今までずっと人間は、この図のように進化したんだと思ってたよ。二つ目に紹介するのは、マーガリンは体に悪いは嘘だ。最近、マーガリンは、トランス脂肪酸が多く、体に悪いというイメージを持たれているが、マーガリンには健康を害するトランス脂肪酸は入ってないんだぞ。そうだったの？最近私もマーガリンを買わないようにしてたのに。もともと日本で作られているマーガリンに WHO の、基準を上回るような量のトランス脂肪酸は含まれていないんだ。それなのに、マーガリンは体に悪いという俗説が広まったから、日本でマーガリンを製造している会社は、企業努力によって、そもそも問題のなかったトランス脂肪酸の量を10分の1にまでした企業もあるんだぜ。じゃあ、食べても全然問題ないんだね。ああ、今マーガリンはトランス脂肪酸だけを見たら、バターよりも少ないと言われているんだ。安全だったものが、より安全になったんだね。これからは安心して食べれるよ。三つ目に紹介するのは、レンブラントの夜景は夜の絵ではないだ。1642年にレンブラント・ファン・レインが描いた、夜景。綺麗に絵を描いている、有名な作品だよね。いや、この絵は夜の絵ではないんだぜ。え、でも夜みたいに暗いよ。通称、夜景、正式なタイトルは、フランス・バミングコック隊長と、ウィレム・ファン・ライテンブルフ副隊長の市民隊というこの作品は、表面に塗ってあるニスが変色して、黒ずんでいたから、ずっと夜の絵だと思われていたんだ。ずっと夜の絵だと思われていたのに、どうして夜の絵ではないってわかったの ?20 世紀に入ってから2回洗浄作業があって、ニスを取り除いた時、絵は明るみを取り戻して、昼は描いた絵だとわかったんだぜ。そうだったんだね。正式なタイトルも知らなくて、夜景っていう作品だと思っていたし、作品名に、夜が入っているから夜の絵なんだと思ってたよ。四つ目に紹介するのは、電話の逆探知には時間稼ぎが必要は嘘だ。よく刑事ドラマで、犯人からの電話だ、逆探知をするから時間を稼げ、というセリフが出てくるよな。そうだね。誰かが誘拐されたり誘拐犯が出てくると、この流れになるよね。ああ。だがこの逆探知、今は時間稼ぎはいらないんだぜ。以前、逆探知をするためにはアナログ式の、クロス場交換機を使っていて、5分以上かかっていたんだが、現在は、デジタル交換機を使っていて、1秒もかからずに電話の相手が、どの電話からかけているか知ることができるんだ。1秒もかからないんだね。刑事ドラマの見せ場の一つがなくなっちゃう。犯人が逆探知を恐れて、場所を変えて公衆電話からかけたりもしているが、あれも、あんまり意味がないんだぜ。犯人と電話している最中に逆探知をして、公衆電話にいる犯人を逮捕することもできちゃうんだね。5つ目に紹介するのは、食べてすぐ寝るのは悪いことではないだ。小さい頃、食べてすぐに横になると注意されたりしなかったか？注意された、少しくらいいいじゃんと思いながら座り直してたな。実は、食べてすぐ寝るのは悪いことではないんだぜ。食べたものを消化や分解をするためには、胃腸や肝臓に血液が必要なんだ。だが、立ったり歩いたりしていると、肝臓に十分な血液を送ることができないんだ。だから食後は休むことが大事なんだぜ。そうだったんだね。じゃあ次から食後横になりたくなったら、そのまま横になっちゃおう。食後、横になるときは、体の右側を下にして寝るといいぞ。胃袋は、空豆みたいな形をしているんだ。胃袋に入ってきた食べ物は、胃の右下にある出口を通って、十二指腸に流れるようになっているんだ。だから、体の右側を下にすると、胃から十二指腸への消化物の移動がスムーズになるんだぜ。寝方も大事なんだね。体の左側を下にして寝るのはダメなの？体の左側を下にして寝ると、胃の出口が下を向かないから、胃の中にある食べ物が流れにくくなり、
消化不良を起こして、胃もたれの原因になるから、やめた方がいいぞ。寝方を気をつければ、食後に寝てもいいんだね。これは注意してきたお母さんにも教えてあげたいね。6つ目に紹介するのは、フランケンシュタインは怪物の名前ではないだ。19世紀に、作家のメアリー・シェリーが書いた小説、フランケンシュタイン。霊夢は、フランケンシュタインって言えば、どんなイメージがある？体が大きくて、顔に傷があって、首にナットが突き刺さっている怪物ってイメージだね。やっぱりそうだよな。うん、みんなそう答えると思うよ。実は、フランケンシュタインは、怪物の名前ではないんだぜ。え、そうなの。じゃあ、フランケンシュタインって何者？フランケンシュタインは、怪物を作った科学者の名前なんだ。あ、科学者がフランケンシュタインなんだ。じゃあ怪物の名前は？怪物には名前がついていないんだ。これはずっと勘違いしてたな。7つ目に紹介するのは、ホッキョクグマの毛は白くないだ。霊夢、知っていたか？ホッキョクグマの毛は白ではないんだぜ。え、嘘だ、めちゃめちゃ白いじゃん。あれは、白いんじゃなくて、半透明なんだ。半透明だったんだ。じゃあ白く見えるのは、皮膚が白いからなの？いや、ホッキョクグマの皮膚は黒だ。え、黒なの？ああ、ホッキョクグマが生息している地域は、雪や氷で覆われているから、熱を吸収できるように、黒い皮膚になっているんだぜ。ホッキョクグマが白く見えるのは、半透明の毛を通過した日光が、黒い皮膚で反射されているからなんだ。そうだったんだね。てっきり白いんだと思ってたよ。今度動物園に行って確認したいな。8つ目に紹介するのは、キリンの角は2本ではないだ。霊夢、キリンには角が生えているが、何本生えているか知っているか？もちろん知ってるよ。キリンの角は2本だよ。残念、外れだ。え、2本だよ。動物園でも見たことがあるし、図鑑でも見たことがあるから確実。キリンは、オスもメスも角は5本生えているんだぜ。霊夢が言っている角は、目立つ長い角のことだな。その他に、額に1本、後頭部に小さな角が2本あるんだぜ。これまで何度もキリンの角を見る機会があったのに、5本もあるのは知らなかったよ。9つ目に紹介するのは、鳥の白い糞はおしっこだっただ。人間と違って鳥は、アンモニアを、尿酸として排出していることが分かったんだ。つまり、糞といえばうんちというイメージがあるが、鳥の糞はおしっこなんだぜ。あれ、おしっこだったんだね。どうして鳥のおしっこは白いの？それは、尿酸が水に溶けない白い結晶だから、白く見えるんだ。鳥の糞をよく見ると、白いものの中に、黒いものが混ざっているよな。うん？じゃあもしかして、あれがうんちなの？その通りだ。鳥は人間とは違い、膀胱がないから、おしっことうんちを同時に体の外に出しているんだぜ。そういえば、鳥はいつおしっこをしているんだろうと思ったことがあったけど、まさか同時にしていたとは。最後に紹介するのは、ブービー賞は最下位の人に贈られる賞だ。日本では、最下位から2番目の人を、ブービー賞として表彰する習慣があるが、もともと、海外で、ブービーは、若者という意味で、ジョークで最下位の人を表彰していたんだぜ。じゃあ、その年最高の映画に贈られるアカデミー賞に対して、その年最低の映画に贈られるラジー賞みたいなものなんだね。そんな感じだ。海外のブービー賞の商品も些細なものだったんだ。だが、ブービー賞が日本に伝わると、弱者にも優しい日本人の気質の影響で、ブービー賞の商品がどんどん豪華になっていき、優勝商品よりも豪華になることも出てきたんだ。1位よりも最下位の方が簡単に取れそうだし、最下位の方が商品が豪華なら私は最下位を目指しちゃいそう。霊夢みたいなやつが続出したから、日本では最下位から2番目をブービー賞にすることが定番になっていったんだぜ。やっぱり、そういう人いるよね。今では最下位の人をブービーメーカーとして表彰することも、割と一般的だが、ブービーメーカーは和製英語だし、最下位から2番目はブービーというのも、海外では理解されないから、注意した方がいいぞ。ブービー賞は日本でだけ違う扱いなんだね。覚えておこう。今回の雑学はどうだった？今まで信じてた雑学が間違ってたことがたくさんあったよ。また大嘘な雑学があったら教えてほしいな。ああ、まだまだたくさんあるから、そのうち教えてやるよ。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。